黒石じょんから、最後のところにですね、またもや踊り子が出てくるようでございますが、その時に踊っている踊り、これについて少し紹介させてください。手踊りの発祥地、青森県は黒石市というところでございますが、日本三大、ちょっと大きなこと言い過ぎました、すみません。日本三大流し踊りの一つ、黒石よされというのがね、あの8月のお盆の最後の方に毎年行われているんですが、その黒石よされの流し踊りの中で、4種類の踊りが踊られています。そのオリジナルの4種類の中から、よりすぐったものですね、ちょっとかいつまみかいつまみ、最後の部分に私踊りたいと思います。先ほど踊っていた手踊りよりもさらに激しく、流し踊りでございますが、からですね、このスピードで街を、通りを歩いちゃうのか踊っちゃうのかという、その勢いの良さ、ちょっと驚かしたいと思います。では